皆さんこんにちは、エビチャンネル。今回はおそらく世界で一番安いバランサーを紹介します。はい、ということで今回紹介するのはフォレストバランスハンガーということで、まあ、こんなただの棒とそれからこの紐がついてるだけなんですけど、これ今日生徒さんに撮ってもらってるんですけど、生徒さんが最初持ってきた時全部自作で作ったんかなと思ったんですけど、意外とこれ売ってるらしくて、でフォレストっていうサイト、会社なんですか、これ。でそのフォレストっていう会社で売っております。フォレストバスーンハンガーという名前で売っていて、だいたい値段で言うと今見たら65ドルぐらいなので、まあだいたい7、8000円な感じで買える代物です。だから輸送費とかつけても、まあ、1万円ぐらいで買えるのかなと思います。まあ、バランサーなんですけど、要は、まあ、日頃僕はここにバランサーをつけていて、これヤマハの純正品なんですけども、まあネジでここ閉まっていて、でこれを外すとここに棒が刺さっていまして、これを抜きます。そうすると、まあ、皆さん結構よく見たことあると思いますけど、プロの人もね、半数以上はつけてるかもしれません、このバランサーというもの。まあ、本来はここにストラップをつけるわけですけど、これだとやっぱり楽器が重いですよね。左手にかかる比重がすごく大きいんですけど、それをこの穴の位置をこのバランサーで変えて上にすることによって左手の比重を下げるという代物です。ですので下から上に行くに従って左手が軽くなっていきます。でこれも結構人それぞれどこの位置がいいのかっていうのもいろいろその時々で悩んだりして、僕も去年からまあつい最近まで割と上から3番目にしたんですけど、やっぱり上から2番目に戻しました。その去年の秋ぐらいからちょっと1個下げてたんですけど、やっぱり上にしたりとかいろいろ人によって違います。同じ人でも上になってたり下になってたりって意外と動画見ると変わってるので、そこら辺も見ていただけると面白いと思います。さあ、ではこれはどうつけるのかということでやってみたいと思います。これはまず一番最初は全部組み立てるんですよね。そうです。さあ、それでまずはこれをこの鍵のところをここにくっつけます。でこの紐をこっちに通していきます。こうちょうどこのチスキーでこうつながってるここの下に入れていきます。それで1回転して、そしてここに奥に入れて、こっち、でこれギュッと締めるんですか。はい、あるけど、ギュッと締まる。最初のところに割とこの時点で、そうそう、きつめにして、難しいな、意外と。OK です。よし、さあ装着してみたいと思います。でさっきのこのバランサーと違うところは穴が一つしかないので、もう迷うことなく一番上のこの位置です。こうバランサー的に言うとかなり高いんですよね、うん、普通のバランサーよりも全然上にあるんだ。一番上ぐらいか。いや、一番上より全然。あ、そう。だって入れたらこうなので。ああ、全然上にあります、ね、で入れます。あ、ここ入る。もうこれここにカバーをつけてるんですけど、それでもしっかり入るぐらいに。さあ、つけてみると確かにめちゃめちゃ上だな。すごい、かなり上に来ますね。こんな感じか、うん、これもう手離しても OK らしい。左手
の重みはほぼないですね。でしかもかなり上にあるからすごく楽器が固定されますね。あ、いいかも。こんだけ上にあるバランサーって意外とないから、その点は新鮮かもしれない。で結構こっちのバランサーよりも、なんて言うんだろう、違和感が意外とないかもしれない。こっちだと上に来るとかなり楽器が近くなる感じがするんですけど、うん、このバランサーはそんなに近くならないですね。なんでだろう、この距離感ですかね、うん、ここの距離感が意外とあるから。あ、意外といい。改造した跡があるんですけど、本当はここの位置なんですよね。はい。でここに本当はベルトが来るんですけど、それだと、まあ、ここのカバーの上に来るわけですけど、このDキーにちょっと干渉しちゃう場合があるということで、まあ、切りで穴を開けて工作してこの位置まで持ってきたそうです。結構あれですよね、この上に来ると楽器を正面で持ってる人はまだいいけど、結構こっちに寄せるから余計に干渉しやすいですよね、うん、そう、だからこっちに向けて結構ボーカルをこう開いてこう持つ人はこういう風な工夫が必要かもしれません、うん、で完全にボーカルをこう増す、まあ、こう楽器持った時にこう整体して吹くような感じの人はこれでもいいかもしれません。結構ここに当たるは当たるで、このガードが動くぐらい結構しっかりとはまりますよね、はい、なのでそれも好き嫌いかもしれないですね。あとはここのベルトの、まあ、長さによっても変わりますよね、うん、締めなければいいね。だからこのぐらいちょっと緩くすると、あ、また全然使用感が変わる。でもこっちの方がここの距離感が出るので、また全然吹いてる感じが変わる。まあ、だからどっちかっていうと、この上のこのこれのただの位置というよりかは、こっちがあんまり固定されてないから、ここのベルトの位置によってまた吹奏感とか構え方が変わってくるって感じですね、うん、あ、これ結構面白いかも。じゃあ問題は、物自体はすごくいいし試す価値ありなんですが、楽器とかその構え方によってはもしかしたらその既製品で作られているこの位置が、ベルトの位置が上すぎるかもしれないので工作が必要かもしれません。でもこれ意外と簡単できるんですか、うん、大丈夫です。ということで今回は8000円、7000円か8000円、今円安だから8000円ぐらいですかね、で買えるバランサーフォレストバランスハンガー、あ、フォレストバランスハンガーを紹介してみました、概要欄にサイトを貼っておきますので、よかったらぜひチェックしてみてください。ということでエビチャンネル、このようにファゴットを中心にクラシック音楽様々なことについて話していきますので、よかったらチャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。それではまた。ああ、でもこの方がやっぱ左に欲しいな、そんなはずはないのにな。まあ、そっちの方がちょっと重たく感じますよね、うん、なんでだろう。ここいつも結構詰め気味できっちり、はい、あ、この方がやっぱり軽く感じる。そう、不思議ですね、うん、これ慣れちゃうともう本当にこの重さ感が弱くなっちゃうな。確かに。もうこれも工作の結果。こうすると確かにこう少し荷重が来るんだな。はいはいはい、でも普通のバランサーと違ってすぐ下に来なくて距離感がちょっと出るからまた変わりますよね。ここでしょ。そうそう。これがね気に入ってるんです。これはまあこのサックスホルダーの特性でもあるんだけど、ここの距離感が取れるのがいいかな。